シュラマル。ねえねえ、あやみさん、今日も私の秘伝の節約術を教えてあげるわ。耳かっぽじって聞きなさいよ。あ、でもこれ LINE だから、そう、目を見開いてみるのよ。あー、はいはい、今日もですか？ご苦労様です。昨日も一昨日も先一昨日もその前も聞きましたけどね、今日はどんなドケチじゃなくて節約術なんですか？聞いて驚きなさい。画期的な節約術よ。きっと今まで見たことも聞いたこともないやり方だから、しっかりメモも取るのよ。はいはい、取ってますよ。数十秒前に削除される短期記憶にメモしてます。ん？それすぐ忘れない？どうでもいいし興味もないので、さっさと話してさっさと終わらせてください。そんなに聞きたいの？仕方ないわね。みどりさんってポジティブなんですかね、それとも馬と鹿さんなんですかね。ちょっと遮らないでよ。はいはい、それで今日はなんと自販機のお釣りのところや自販機の下に落ちている硬貨を拾う、ズバリこれよ。うわ、今日はまた今まで以上にドン引きしてしまう内容ですね。え、何言ってるの？なんで驚くんですか？むしろ私が驚きたいんですけど、みどりさんのとんでも節約術聞きすぎてもう驚けませんけど。え、私のとんでもないほど素晴らしい節約術？照れるわね。みどりさん、一度病院の受診をおすすめしますよ。そうですね、眼科と脳神経外科とかいかがですか？ん？どういう意味かしら。もういいです、何でもないですよ。っていうか、そもそもなんでそんなホームレスまがいのことしてるんです？ホームレスの方ならまだわかりますよ、生きるために必死ですからね。でもみどりさん、普通に専業主婦できてるし、マイホームも建てられるくらいには家計に余裕あるじゃないですか。まだまだよ、こんなの余裕あるとは言えないわ。家計担当の私がしっかりしなくちゃならないの。あやみさんも私を見習わないとダメよ。いや、見習うべきところなんて一つたりとも見つけられないんですけど。失礼な。でもいいわ、私ってば最高にご機嫌だから。さっき教えた節約術でね、今日は500円の収穫があったから、夕飯の買い物代がマイナス500円になるのよ。言うだけじゃなく、しっかり実践してるところがみどりさんの悪いところですよね。え、逆じゃないの？有言実行だからいいことでしょ。そんなみどりさんに質問です。あら、何かしら。私は人を傷つけようと思いますと言って、本当に傷つけるのっていいことですか？何言ってんのよ、悪いことに決まってんじゃない。バカにしないでよ。みどりさんが言ってることってこれと概ね同じなんですけど。ん？どういうこと？ああ、もういいです。みどりさんは神聖のおバカさんなんですね。何よ、ちゃんと言ってくれないと。もやっとしたままじゃない。もう私が何言っても理解できないと思うんで、時間の無駄だと思います。私もみどりさんの言ってること何一つ理解できないし、したくないし。そろそろ家事の続きするので、それでは。ちょっと待ってよ。私の名前はあやみと言います。2年ほど前に建てたマイホームで、愛する家族と素敵な暮らしが、今のやりとり見てわかる通りできてるわけもなく、毎日来る LINE にヘキヘキしながら無気力脱力系主婦をしています。連絡手段を断つ方法なんていくらでもありますよね。言い訳してるだけでやらない方が悪いだなんて思ったりしますかね。そんな方にお教えしましょう。彼女みどりさんは非常に、もう残念なことにお隣さんなのです。みどりさんは何かあればうちに押しかけることだってできるし、正直彼女ならやりかねないと思うので、仕方なしにブロックなどせず無駄話に付き合っている次第なのです。そんな彼女は私たち家族が越してくる1年前に家を建て住み始めたといいます。旦那さんともお話しさせていただいたことはありますが、普通の企業にお勤めで特段お金に余裕がない様子はありませんでした。にもかかわらず、妻であるみどりさんはなぜあんなにも節約に力を入れるのでしょう。本来節約は悪いことではないはずなのに、彼女にかかれば周りも巻き込む上、ドン引きさせられる迷惑な代物に大変身。不思議でなりませんね。というわけで、この近所にお住まいでないママ友などは極力みどりさんとは関わらないようにしているほど超面倒な隣人兼ママ友です。ああ、もう本当にうんざりです。
全然家から出ないのね。今日も一日窓から見てたけど、全く外に出ないじゃない。はあ、何の話ですか。唐突すぎにも程がありますよ。何が言いたいんですか。どうして家から出ないのかって聞いてるのよ。質問の意図が全く読めないんですけど。買い物とかあるでしょ。なんで。いや、このご時世ですし、極力家から出なくて済むようにネットスーパーとかを利用してるだけですけど、私が家から出ないことがみどりさんと何の関係があるんです。関係あるかって言われたら、その、とにかく家出てもらわないと困るのよ。だからなんで私が家を出ないとみどりさんが困るんですか。何か企んでます。そんなことないこともないこともないこともないけど。はあ、どっちですかそれ。もうご飯の時間で、暇じゃないので失礼しますよ。ちょっと、これはもう最終手段に出るしかないわね。数日後。来たみたいね、高級デリバリー10人前。はあ、これみどりさんの仕業なんですか。どういうつもりですか。こんなにたくさん、何の嫌がらせです。いやね、嫌がらせなんかじゃないわよ。もうそろそろ着く頃ね。また何か来るんですか。何かっていうか、誰か。どういう意味。そのままよ、ママ友10人をあやみさんの家に呼んでるの。はあ、みんなには今日あやみさんの家で高級デリバリーパーティーだって言ってるの。私そんなの了承した覚えないですよ。もうデリバリーも来たし、みんなも着く頃だし、拒否権はないわ。なんてことしてくれたんですか。ああ、もうなるようになれ。後で私もそっちに行くからよろしくね。数十分後。ちょっと、皆さんを呼んだのはみどりさんなのにどこ行ったんですか。責任持って手伝ってくださいよ。え、ああ、びっくりしたわね。ちょっとトイレに行ってるだけよ。はい、うちのトイレは今誰も入ってませんけど。違うのよ、私自分の家のトイレにいるの。はあ、わざわざ。わざわざってほどでもないじゃない。だってお隣よ。まあそうですけど、早く戻ってきて手伝ってください。はいはい。あ、なるほど、そういうことか。え、何よ。いやいや、なんでもないですよ。そんなに急がなくても大丈夫です。もしかして腹痛とかですか。ええ、そんなところ。ああ、そんなこと話してたらまた痛んできたわ。それは大変ですね。ゆっくりでいいですよ。ありがたくそうさせてもらうわ。どうぞどうぞ。10分後。みどりさん、お腹の具合どうですか。もう結構こもっていらっしゃいますけど。おかげさまでちょっとずつだけど良くなってるわ。って信じると思いました。え、やってることバレてんですよ。全部知ってますから。今お宅のトイレじゃなくて、うちの庭にいますよね。壁面にあるコンセント使ってますよね。ああ、バレちゃってたのね。開き直りですか。違うわよ、別に堂々とやっててもよかったんだけどね。あやみさんも気分が良くないかもしれないと思って、あやみさんの家の電気でうちの充電器を充電するっていう節約術。はあ、どこまで行ってもバカなんですね。じゃあ私がなんでみどりさんのやっていることを知りながら泳がせていたかもわかりませんよね。わかんないわよ、知る必要もないしね。じゃあこれは知っていますか。うん、あなたの呼んだ今日のパーティーメンバーであるママ友の一人、角に住んでらっしゃる荒木さんの旦那さんが警察官ってこと。え、事情をお話しして来ていただくためですよ。みどりさんを泳がせてたのは。待って、警察なんてことするの。私は節約してるだけなのに何が悪いって言うのよ。次は逆上ですか。忙しいですね。逃げてやるから。もう遅いですよ。あ、こっちに来てる。いやー、どこまでも抜けていてバカな人です。どうして警察に突き出されないと思ったんでしょう。みどりさんは非番にもかかわらず、駆けつけてくださった荒木さんの旦那さんにより現行犯として連行されていきました。でも私の第六感が、みどりさんは反省しないと言っている気がします。人は簡単に変わるものではありませんからね。みどりさん、反省しましたかね。いつまで警察にいることになるか全く分かりませんけど、電気代と
デリバリー代返してください。ま、今見れるわけないか。ちなみに、事情をすべて荒木さんの旦那さんにお話ししておきました。それはもう、え？いる？そんな情報。というところに至るまで、しかしそんなくだらない、もはや愚痴と化した情報共有の中でも、犯罪にあたる可能性のある情報が紛れ込んでいたそう。それは例の、自販機の落ちているお釣りなどを取る、あれです。実は窃盗とまではならずとも、遺失物横領罪となる可能性があるらしく、署で厳重注意を受ける羽目になったそうです。電気窃盗の罪についても、初犯ということで、微罪処分となりました。旦那さんも合わせて厳しく注意され、私たちの損害分の賠償を約束。そういえば、今回とばっちりを受けた旦那さんも、今までの節約もどきには納得いってなかったそうです。何度も口頭注意をしていたようですが、今回警察まで絡む大事になったため、今まで以上に相当お怒りの様子。そうそう、旦那さんからちゃんと電気代、デリバリー代はいただきましたが、それに加えて迷惑料まで包んでもらいました。常識人ですね。なんでみどりさんと結婚したんだろうってくらいに。そして、みどりさんはというと、これ以上みっともない真似ができないように、家計の管理を旦那さんが担当することに、さらに一人で買い物など、お金を使うことの一切を禁じられたとのことです。外出時は GPS で監視もするという徹底ぶり。その上で、次また妙なことをやったら、今度こそ離婚だと言われたそう。こってり絞られたおかげで、今はおとなしいようですが、この2年彼女を見てきた私からすると、離婚になってしまうのは時間の問題でしょうね。ま、少なくとも、家が隣だからといって、前のように絡まれることはなくなったので、それは良かったですね。結果的に、ただで高級デリバリーを食べられて、思わぬ収入まで得られたので、終わり良ければ全て良しです。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。